ご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介するのはこちらバルナックの非常に人気のあるタイプですね。 3F の、後期レッドダイヤルと呼ばれる、このシンクロのね文字が赤文字のレッドダイヤルと呼ばれる後期タイプの、しかもこちらはセルフタイマーがついているモデルになっております。はい、こちらは金属製ですね、メタル製のボディキャップを付属しております。ではまず外観から見ていきましょう。で、張り革ですが、ポロポロだったもので、当店で張り替え、新しい革に張り替えておりますので、とても非常に綺麗です。いい感じです。はい、で、あとはメッキ、ボディのトップカバーとかですね、格納部類は非常に綺麗ですね。いい感じです。ちょっとここにあのメッキのくすみがあるぐらいですね、まあ、スレかくすみみたいな感じですね。それ以外は本当に使用に伴うスレが少しあるぐらいですね。で、大きな傷とかへこみ等はないです。で、スロー周り、セルフタイマー周りも特に問題ありません。で、底蓋も同じような感じで、メッキの剥がれとか大きなへこみとかもなく、いい感じですね。全体的に本当に綺麗な状態です。はい。で、こちらは当店でオーバーホールをしております。で、その時にシャッターマーク交換してます。で、巻き上げも非常に 3F のね、後期のレッドダイヤルらしい軽い巻き上げに仕上がっております。はい、では巻き上げておりまして、まずは B から見ていきましょう。はい、問題ありませんでした。で、次はスローの25の位置に合わせて、T ですね。見ていきましょう。開きっぱなしにしてもらいました。はい、問題ありません。はい、で、次は、1000分の1ですね。はい。ちょっとね、動画では見づらかったかもしれないんですが、専用のシャッターテスターでね、測定をして調整済みです。シャッターがね、バウンドしたり、光線漏れしたりしないのを確認するために、実際にフィルムを装填して試写をして問題ないのも確認しております。で、試写の後にはね、フィルムの巻き戻しもしっかり確認して、引っかかりなどなくスムーズに巻き戻ることも確認しておりますので、ご安心ください。で、あとはフィルムカウンター見ていきましょうか。ゼロにしましょうか。はい、今ゼロですね。しっかりワンカットとしてくれてます。はい、で、あと、あの 3F 特有のね、フィルムインジケーターも、こちらも分解して清掃して、こんなにスムーズに待ってくれてます。はい、で、あと、ファインダー関係ですが、レンジファインダー、ビューファインダーともに綺麗なものに、あの清掃済みですので、綺麗なクリアになっております。で、こちら、アイピースのカバーもね、非常に綺麗なものに、交換されてるのかな？ちょっと綺麗なものになってます。はい、で、あと指導調整の動きも特に問題ありません。はい、20度ははっきりくっきり見えております。はい、で、あと無限灯でしっかり合致するようにしっかり調整しておりますので、とても気持ちよくピント合わせすることができると思います。で、あとセルフタイマー見ていきましょうか。で、今これ下にやることでチャージになりまして、こちらのねポッチボタンを押すことによってロック解除されて、約だいたいね10秒ほどで自動的にシャッターが切れるようになっております。はい、古くなるとね、やっぱ手前のこの動きが悪くなったり、シャッターがねボタンが戻らない時もありますけど、その辺はねしっかり調整をして清掃して問題なく動いてくれますので、ご安心ください。ですね、開閉もね非常にスムーズです。はい、なんかこんな感じで特に問題ありません。こちらはもちろんですがスプール、 純正のスプール付属しております。はい、中もこんな感じで特に問題ありません。で、 3F にねよくあるこの飛び出してくるねスプール、これまあ取り出しやすくてね非常にいいんですけど、
これちょっと飛び出してる分ちょっと長くなってるんですよ。で 3F とか 3G によくある長くなった分、こちら底蓋のこちらにね干渉して、ちょっとあの巻き上げるの時にキューキューなる時があるんで、しっかり奥までやればそこまでキューキューなくなることもありますので、こればっかりはね純正のそういう仕様ですので、調整でうんぬんとはちょっと難しいですので、時々ちょっとキュッキュになる時もあるかもしれませんが、その辺はご了承ください。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。バルナックライカ 3F レッドダイヤルセルフタイマー付きのご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いします。